本日は畳からフローリングへのリフォーム工事を紹介していきます。マンションなので防音フロアで仕上げていきましょう。畳を引き上げるとこんな感じです。コンクリートの下地のお目見えです。フロアを張る前に下地を作っていきましょう。畳の厚み分かさ上げするイメージですね。まずは高さ3センチの木を打ち付けていきます。専用工具を使ってまず下穴を開ける作業ですね。この作業をしておかないとビスがしっかり打ち込めません。こんな感じで下穴をしっかり開けておくことでビスがしっかり閉まっていきます。バッチリです。この作業を繰り返して下地を造作した後はこの上に木の板を張っていきます。12ミリの木の板ですね。この板を張ったことによってこの敷居よりフローリングを張った時にそのフローリングがこの敷居より出ない、高くならない、なおかつ低くなりすぎないっていう状態を作ります。あとは防音フロアをしっかり張っていきましょう。角に来るところはこの裏側のスポンジをしっかり取って施工していきます。この何ミリかの隙間っていうのも現地で加工してしっかり綺麗に仕上げていきましょう。このグローブみたいな手がですねこなしてきた現場の数っていうのを物語ってますね。職人さん曰くまだまだこの可愛い手らしいです。僕からするとすっごいかっこいい手ですね。あとこのフローリングを張る前に専用のボンド、これをしっかり塗り広げていきましょう。塗り塗り塗りとこんな感じで塗り広げていきます。ここで大切なのがこの薄い木、これを角っこにはこのように置いて施工していきましょう。これすっごい大切なんで。さあどんな感じで収まるか。バチッ、おお、バッチリですね。気持ちいいです。こんな感じで全ての板を張り終えたら完成です。すごく素敵な空間になりましたね。